昨年の高校バンタム級チャンピオン、プロデビューしてから2戦2勝、いずれも1ラウンドノックアウト勝ちという尾形慎。一方の丸山修司は遅いデビューになりました。今年デビュー25歳の選手、2戦2敗。しかしそのキャリアの差といいましょうか、実力の差というのをここまではそれほど感じることがありません。丸山の方がひるんでいません。畑岡さん、いかがですか？そうですね、丸山選手も頑張ってますから、このラウンド立ち上がりは手数では勝っています。丸山右を振るっていきました。この右をかわしています。丸山がよく相手を見てますね。そうですね。それに対しまして左ワンツー、さあ左が当たった、連打。しかし前に出てきます。丸山、尾形の連打に対してひるまず前に出てくる。さあ尾形が連打、尾形が連打、足が止まっています。丸山身のフック具がついている。丸山ここで止めた、ここで止めました。最後は30秒以上連打が続きました。尾形慎、レフリーが止めました。テクニカルノックアウト勝ち。30秒過ぎたあたりから連打、そこから30秒以上連打でした。3ラウンド1分9秒、3ラウンド1分9秒レフリーが止めまして、尾形慎がテクニカルノックアウト勝ちで3連勝を収めています。